腰越,越橋交差点県道304号の起点。画面奥が県道304号大船方面、右手が国道134号横須賀方面、左手が国道134号大磯方面神奈川県道304号。腰越,越大船線は神奈川県鎌倉市、腰越,越の腰越,越橋交差点より、道県同市、小袋屋の神奈川県道301号。 大船停車乗船までの約5キロメートルを走る県道。1960年4月1日、神奈川県によって県道に認定された。県道304号は国道134号と接する小道三崎付近の腰越,越橋交差点を起点とし、湘南モノレール、江ノ島線西鎌倉駅付近までを神戸川、旧江ノ島道とほぼ並走する。 なお西鎌倉駅付近の赤羽交差点で、旧京急自動車専用道と交差する。昇連寺付近で、旧江の島道と分かれ、手広交差点で、神奈川県道32号藤沢鎌倉線と交差。その後は終点まで、柏川とほぼ並行して走る。柏川と並行に走る区間は、工場地帯となっており、三菱の工場や鎌倉車両センターなどいくつもの、工場。 企業が立ち並ぶ。湘南モノレール、江ノ島線富士見町駅付近で、旧京品急行自動車専用道と合流し、五線橋で、県道302号線、小袋屋川、横須賀線を越え、県道301号線と接続する。湘蓮寺付近はかつて細い山道しかなかったが、この県道の開通に先立ち1957年に、霧道市が作られた。霧通しの屈作には、 陸上自衛隊の施設下中隊が動員される大規模なものであったが、これにより乗用車の通行が可能になり、周辺地域の交通の便も飛躍的に向上した。この道路の開通は腰越地域の宅地化を急速に進展させた原動力となった。西部王国鎌倉 51P59P 国土交通省平成22年度道路交通センサス。 一般交通量調査箇所別基本表、ありがとうございます。